クジラクジラ。なんだね。日本語訳すると中途半端という意味のジェネレーションズいんじゃん。いるね。そのメンバーで踊れないから仕方なくボーカルやっている片寄せ亮太いんじゃん。いるね。3年 A 組というドラマで共演していた女優と交際しているんだってね。え、誰なの。堀田真由だよ。おお、美男美女でお似合いだね。本当にお似合いなのは性的指向なんだよ。片寄せと堀田は SM ガチ勢なのよ。そうなの。どっちが S でどっちが M だと思う。そんなの簡単だよ。片寄せさんが M。 ちょっと簡単すぎたな。うん。片寄せは 99% が S と言われている LDH で珍しい M だからな。 99%。 堀田は見ての通りの S だよな。私は S ですって顔に書いているようなもんだからな。そうだね。でさ、片寄せの好みの女って無慈悲に清水をかけてくれる人なんだけどさ、うん、堀田がまさにそれなんだよ。お似合いだね。片寄せにはレモンサワーよりも清水ってことよ。